三原市は1970年代後半から80年代初めにかけて建てられた立体駐車場の市営円一町駐車場や歴史民俗資料館、そして旧中央図書館を解体します。跡地には新たに平面駐車場を設けるほか、大型複合遊具などを兼ね備えた広場を整備する方針です。3つの施設は市役所本庁舎の南側の私有地に並ぶようにして建っていますが、耐震不足などが課題になっていました。歴史民俗資料館と旧中央図書館の跡地を含めたおよそ6500平方メートルの敷地には、大型遊具やボール遊びができるオープンスペースなどを取り入れた広場を整備することで、多世代の交流を生み出す狙いです。また円一町駐車場については、立体駐車場を解体しておよそ5300平方メートルで175台の車を止められる平面駐車場となる見込みです。整備エリアの中心に位置する中央公民館は耐震性があり、障害学習の拠点として活用できるため、解体などせずそのまま残します。子どもさんたちが多く集まってですね、こちらで過ごしていただいて、それが三原市の中心部のにぎわいにつながればいいなと考えています。新しい駐車場は2028年度、広場は翌29年度の供用開始を目指しています。総事業費は11億6400万円を見込んでいます。